皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。中学社会3問クイズの9回目、今回は信長と秀吉の政策についてのクイズです。1番、信長の政策で座の特権を取り上げて1の税、これを免除して自由な営業、これを認めたもの、この政策は何ですか。2番、秀吉の政策で土地の面積や石高を調べてその土地を耕す農民の名前、これを検地帳に記録したもの。3番、秀吉の政策で農民や寺から刀などの武器を取り上げたもの、この政策は何ですか。皆さんは一度ここで動画を止めて答えを考えてください。答えが分かったら動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこちらです。信長の政策、座の特権を取り上げて一の税を免除して誰でも自由に営業ができる仕組み、これをやった、この政策は楽市楽座ですね。2番の秀吉の政策で土地の面積とか国高調べて農民の名前で、その土地を耕している農民の名前を検地帳に書いたという、この政策は対抗検地と言います。3番の農民や寺から刀などの武器を取り上げたこと、これを刀狩りと言いますね。秀吉はこの2つの政策を中心に武士と農民、ね、百姓をしっかり分ける兵農分離の政策、これを進めていきました。このことによって武士が強い力を持つ社会の仕組み、この基礎を作ったんですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。